アントニー・ジャチン・トー・タラスコは、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市出身の、元プロ野球選手、野球指導者。右と左ひだ現在は、MLB のニューヨーク・メッツで一塁コーチを務める。フィラデルフィア・フィリーズなどでプレーした、遊撃手であるジミー・ロリンズは重低に当たる。1988年の MLB ドラフト15巡目で、アトランタ・ブレーブスから指名され、プロ入り。 1993年4月30日にメジャーデビュー。1995年にモントリオールエクスポズ。1996年にボルチモアオリオールズへ移籍した。オリオールズ時代の1996年に大きなアクシデントを経験する。ニューヨークヤンキースとのアメリカンリーグチャンピオンシップシリーズにおいて1点リードしていたオリオールズの守備固めの選手として、 出場していたタラスコは、第一戦の8回に、デレクジーターの大飛球を補給しようとしたものの、フェンスから乗り出した12歳の少年に取られてしまった。本来なら守備妨害だが、本塁打のジャッジが宣告されて抗議する目覆らず、延長戦でチームは敗北した。その後、1998年に新シ,シナティレッツ、1999年にヤンキースと渡り歩き、 2000年にハワードバトルと共に阪神タイガースに入団した。斧で木を伐採するというトレーニング方法がランディバースと同じということで期待されていた。ポジションは主に抑手であり、陽気な性格と強権が魅力であった。キャンプオープン戦では、逆らわずに打つ、広角打法と俊足、強権、攻守を見せ3割は間違えないと言われていたが、 シーズン突入すると人が変わったように、無理やり引っ張り込む打法になり2割前半を低迷。後半戦開幕戦にサヨナラアンダを放ち、復調の兆しを見せるが結局、打率、239、19本塁打、57打点と、キャンプオープン戦当時のシュアな打撃は最後まで戻らず、シーズン終了時に解雇となった。ただし外野守備は非常にうまく、 広い甲子園の守りを強固にしていたが、打撃の低迷ぶりが響き、残留へのプラス材料にはならなかった。中堅守の新庄強志とは、仲が良く、新庄の赤のリストバンドをつけるなどしている姿が見られた。アメリカに戻った2001年には、スプリングトレーニングで当時メジャー挑戦中の新庄と再会している。2002年にニューヨークメッツでメジャーに復帰して、 そこそこの成績を残すものの、大魔所持の報道がなされた。引退後は、ワシントン・ナショナルズのマイナー組織で、守備総類コーチを務め、その間に、ブライス・ハーパーを指導した。2013年からは、ナショナルズの一類ベースコーチ及び外野守備コーチに、就任することとなり、2015年まで務めた。2016年から2018年までは、 サンディエゴパドレス参加マイナー球団の外野守備、走塁巡回コーチ。2019年はパドレス参加の A 級レイクエルシノアストームの監督を務めた。2021年よりメッツの一類ベースコーチ及び外野守備走塁コーチに就任した。ありがとうございます。